吉田さん、R34 ね。いや、私、今日でも買えるんですけどもね。そこまで欲しいかって言われたら、そこまで欲しいなと感じる気持ちはないんですよね。惜しいですね。でも、2000万っていう価格は私は妥当だと思います。それは私の余剰資金がこう結構膨らんでることもあって、まあ、例えばね、1000万だろうが2000万だろうが同じっていう感覚ですね。R34 に限ってはですよ。で、吉田さんが力説するところによると、R34 っていうのはね、そういうふうな価値を高めていくんだろうな、これからもっていうところもありますし、あと、なんといってもね、最初から最後まで吉田さんとの私の付き合いっていうのは R34 挟んでの出会いなんですよ。まあ、ですんで、私もね、車見させてもらったこともあるし、その車に、思いを寄せる広島のね、男の子がいたってことも覚えてますし、で、やっぱ車をね、すごく、大切にしてるという刷り込みも入ってますよね。吉田さんといえば R34 みたいな感じでね。で、2034みたいなこともやってみて、私もまあ、日産の車で選ぶんだったら、セドリック・グロリア R34 みたいなもんかなっていうところがあったり、街を走る車もね、あれ R34 じゃないかなあれみたいな感じで、やっぱ意識向くようになりましたね。うん。で、基本的には私、レビューをね、当てにしないのは、その方が商品に対してどう思ってるかっていうのと私がどう思うかってことにはあんまり関係がないと思うんですよ。うん、例えば、まあ、クレームを入れる方もいると思います。配送届きませんでした、箱がちょっとねボコってましたとか、製品が思ったのと違いました、いろんなことがあると思いますけども、ただね、失礼ながらね、平均的所得の方が注文した商品が期待通りじゃなかったっていうのと、私の場合は何個か注文してみて、その中で当たりがあればいいなみたいな感覚なんて、すでにね。で、仮に注文したものが外れであっても、なんかトラブルがあっても、あ、これはこれでネタになるなと思ってね。別にそれが損したと思わないんですよ。で、あとは自分が使ってたものを視聴者さんにあげるみたいなプロジェクトもたまにしてるんで、無駄にはなんないだろうなみたいに思ってるんですよね。で、やっぱり本当に欲しいものって、レビューじゃ左右されないんですよね。例えば私が、ナイト2000ね、欲しいなと思って、キャブレターエンジンよりも、まあ、最近の、普通のね、制御エンジンの方がいいですよって、なんていう名前か分かんないですけども、ね、電池がいいですよと、やっぱり旧車ってのは扱いにくいよとかいう風な、まあレビューが入ってるとするじゃないですか。で、修理代が高いとかね、手入れが大変だみたいなのあるとするじゃないですか。すごいネガティブ要因なはずなんですけども、でも欲しいもんみたいなね、そこはもう最悪金で解決するからいいよみたいな気持ちになるわけですよ。で、こういうふうに評価基準ってみんなそれぞれ違うんで、自分と違った評価基準の人のレビューを1万件見ても無意味だと思うんですよね。そもそもそのネットビジネス塾とか詐欺的な投資話ってありますけども、その投資話に進出しちゃってる人にね、理詰めでこれはインチキだよって言っても通用しないじゃないですか。うん、久保さんの意見は分かったけども、でも俺はこれにかけてみるんだって、結局そうなって堂々巡りなんですよね。待て待てと、少なくとも金のセンスがあなたよりある私が判断してこれはないんじゃないのって言ってるのに、でもあなたは自分の判断信じるんですかっていうふうに、見る目がないのに自分の判断信じちゃうんですよ。で、私の場合はどちらかというと、これも失礼ながら見る目がない人のレビューばかりだと思うところもあるんですよね。だから自分の内側の声に、まあ身を委ねるって感じですかね。で、自分で決めたんだったらもうそれは納得できるんですよ。でもレビュー見て決めて外れたらもうね、持っていくとこないですよねみたいなところがあって、レビュー見ることは見る、そういう時もあります。でもあまり参考にはならないかなと思います。結局自分の考えを肯定してくれるようなコメントに意識を向けて、自分の決定に否定的なコメントは、あ、でもこれはこの人の意見だからみたいな感じで受け入れなかったりするわけですよ。はっと気づくようなね、自分の考えを覆させてくれるようなコメントにはなかなか出会えないと思うんですよね。まあ、それでね、価格と価値っていうテーマでした。これも何回か話し合ったと思いますけども、私はね、物を買う理由が値段が安いからっていう理由なら買わない方がいいと思うんですよ。そして価値のあるものを探すときに値段が高いからっていうのが理由になるんだったら、これもまたね、買わない方がいいと思います。つまり購入に至るときに値段が理由になってるんだったら、それは買わない方がいいかなと。やっぱりそのものが持ってる品質ですよね、中身、クオリティ、こういったものが見抜けるような自分の目利き力と商品がガチッとはまって、価格は後付けですよ。
うん、それが例えば、安くても高くてもね、それ自分がそう感じてるだけ、安い高いっていうふうに。そもそもそのアイテムのサービスの必要性が高いから高いほど、どんな価格がつけられててもただ同然に思えるはずなんですよ。ね、誰かが麻雀時代に購入したネオヒルズ塾ってのありましたよね。あの時は高いと思いましたよ。いや、クレジットカードのキャッシング枠2枚合計してやっと買えるよ、高えよみたいに思いました。でも今こうやって過ごしてみたら、いや、もっと前からですね、カリキュラムの一番最初のセルフバッグをやった瞬間に安いの買ったなと思いましたね。相対的にただ同然というふうに感じるようになりました。そしてそれから1億2億と埋めるようになったわけですから、最初の何十万っていうのは払ったのかどうか忘れたぐらいですよね。まあそんな感覚です。つまり値段が理由なら買わない方がいいってことですね。値段ではなくて、あくまでもクオリティ、その品質が自分の身に迫ってるものかどうかってことだと思います。そのためには時期も大事です。旬を逃したものを買ってもあんまり面白くないです。例えば私がね、大学受験合格マニュアルっていうのね、100万円ですって言われても、今はね1円でもいらんわって話ですよね。でも私が17歳ぐらいだったら欲しがったかもしれません。まあそんな感じだと思います。最後にバーゲンセールの話したいと思うんですけども、吉田さんもね、500円のテーブルを1000円にみたいな、それぞれの階層で買う人がどんなものか見たいっていう興味、好奇心、それはあると思うんですけど、私も同じ気持ちで、バーゲンセールっていうのは結局は売れ残り品なんですよね。そこには価値を見出せるお金持ちっていう人が買わなかった商品が売れ残りとしてあるんですよ。だからバーゲンセールは価値ではなくて価格で買う人の集まりなんですよね。まあそういう意味で言うと、私はバーゲンセールには参加しないかなっていう気持ちに今はなってます。最初はそうはならなかったんですけどね、バーゲンセールとか質流れ品っていうのは宝の山と思ってましたからね。だからこういうふうに価格に対する価値、価値に対する価格ってのも時とともに変わってくるんですよね。だから移ろいゆくものですから、やっぱ自分の一番欲しい時に叩き出せる金額、これが価値と価格のクロスファイアポイントかなっていうふうに感じますね。まあ今回はバーゲンセールについて思うことを話しますにしときましょうかね。いってらっしゃい。